サンロレンツ教での十字架の軌跡は、イタリアのルネサンス期ベネツィア派の画家、ジェンティー・レベッリーニが1500年頃に制作した絵画である。現在、ベネツィアのアカデミア美術館に所蔵されている。部分本作は、ベネツィアにあるサンジョ・バンニ・エヴァンジェリスタ兄弟団の本拠地である、同盟の宮殿大ホールのために依頼された。この依頼には、ジェンティー・レベッーニ、ペルジーの ビットオレ・カルパッチョ、ジョバンニ・マンセィ、ラッザーロ・ロバスティアーニ、ベネデット・ルスコーニなど、当時の著名な芸術家による、合計9点の大きなカンバス画が含まれていた。絵画の主題は、聖遺物である、聖十字架の断片にまつわる奇跡であった。聖十字架の断片は、1369年に、キプロス王国とエルサレム王国の首相であったフィリップ・ドメジエールによって、 兄弟団に寄贈され、すぐにベネツィアの人々の崇拝の対象となった。9点の作品はすべて1496年から1501年の間に制作された。ペルジーノの作品を除いてすべてが今日まで現存し、現在はベネツィアのアカデミア美術館に収蔵されている。この作品は兄弟団の 聖十字架の断片を運ぶ毎年恒例の行列で起こった奇跡を描いている。生異物は水中に落ちてしまった。その後、生異物を回収しようとする兄弟団の人々のすべての試みはうまくいかなかったが、大飛護者、イタリア語でグラングアルディアーノであったアンドレア・ベンドラミンは生異物を回収することに成功した。本作は報告された奇跡が起こった近くの運河と橋、 そして支援する多くの人々を詳細に描いている。認識できる人物には、キプロスの女王であったカタリーナ・コルナーロが含まれている。カタリーナは、左側のひざまずく女性の中の一人であると考える人もいるが、左側の最初の女性が、カタリーナ・コルナーロである。カタリーナは祈っている。紳士の集団は、おそらくジェンティーレベリーニの自画像と、弟、 ジョバンニの肖像を含むベッリーニ家の集団である。中央にはサンロレンツ教があり、出来事を見ている人々で混雑している。フォンダメントも混雑しており、ゴンドラに乗っている人もいる。何人かの人々が水中に潜り、右側の女性がムーア人の奴隷にも水中に潜るように促している。しかし、アンドレア・ベンドラミンは、すでに生物を掴んで、騎士に運んでいる。 建物は正確な色彩で描かれているが、幾何学的な遠近法は用いられていない。いくつかの建物は中世のベネツィアの典型的な逆円水系の煙突を備えている。ありがとうございます。